初めてだね。初めてだね、こっち側。あ、いいじゃん。うん。どうも、趣味家の夫と綱です。今日はね、久しぶりに茨城、大本専門店のね、春光園さんに久しぶりに行こうかなと思ってます。はい。はい。今日はどっちかっていうとね、大本を買うっていうよりは、春光園のヒロさんとね、いろいろ相談したいことがあるんですけど、まあちょっと久しぶりなのでね、うん、楽しみだと。そうだね。うん。神奈川から茨城に向かう途中のね、サービスエリアに来ているので、ちょっと休憩してからね、行こうと思います。はい。はい、じゃあ行きましょう。いつも春光園さんの帰りにね、うん、上りのサービスエリアの方へ行くんですけど、そうそう。うん。向かう最中に寄るのは初めて。そうだね。ね、こっち側の方がなんか、緑多くて、うん、うん、雰囲気。広いね、ちょっと。そうだね。そうだね。結構良さそう。こういう雰囲改めまして、趣味家の妻と夫です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。このチャンネルでは植物にハマった私たち夫婦が育てているちょっと変わった植物や全国の園芸店を巡る日本一周の様子を紹介。趣味ポットという名前でオリジナルの 3D プリント鉢を作ったりもしています。というわけで今日は唐突に休日の Vlog から始めてみました。まあ、実は6月は植物を全然買ってなくてね、うん。うん。我が家史上一番植物が増えなかった月になるんじゃないかななんて話していたんですが、まあ、茨城の春光園さん、やすやすとね、行ける距離じゃないっていうこともあって、やっぱり買っちゃいました。で、思い返すと、先月行った愛知遠征でお迎えした植物、まだ紹介できてないものがあったのと、最近になってね、すごく調子を上げてきてる植物たちもいるので、今日は僕たちが見せたい植物を中心に見てもらおうかなと思います。それではどうぞ。はい、ということでまずは今週末春光園さんでお迎えしたおもとからね、紹介していこうと思います。はい、最初はこちら春光園さんでお迎えした未生のおもとです。こちら今こうやってね、ネームタグ。お店にあるときは、これ未生なんだっていうお話だけね、聞いてたんですが、これこんな感じで面白い名前ついてるんですね。優勝兄弟の未生。こちらは実は以前からね、一つは欲しいと思っていた、ラシャジシというタイプのおもとなんです。で、そもそもおもとの中にラシャ系とシシ系というものがあって、ちょっと近くにあるのでお見せすると、こちらがラシャ系ですね。こんな感じで多肉質な葉っぱが特徴で、かなりね、芸が強く出やすいのと、まあ、比較的小型なね、ものが多いかなという特徴。これがラシャ系。で、こちらがシシ系。こうやってね、葉っぱがくるくる丸まって生えてくるようなタイプですね。もう、おもとと言ったらこのくるくるでしょうっていうね、イメージの方も結構多いんじゃないかなと思います。で、このラシャ系とシシ系のちょうどね、中間の特性を持っているのが、このラシャジシっていうわけなんですよ。はい、近くで見ていただくとよりわかるんじゃないかと思います。ご覧の通り、葉っぱ一枚一枚がね、肉厚で結構存在感がありますよね。
こうやって葉っぱの表面が隆起するハゲも、ラシャ系さながらのかなり激しい出方をしていて、ここもね、くるんって感じ。ここどこもそうですね。こうやって獅子系の特徴を受け継いで丸まってる葉っぱもあったり。本当にね、いい感じにラシャ系と獅子系のいいとこ取りをしているような株なんですよ。表の中でもラシャ獅子って結構珍しくて、なかなかね、こう出会うこと自体多くなかったんですが、今回春光園さんに行った時に、この未生でラシャ獅子っていうね、すごく、しかも自分が好きな感じのこの青い、白が入らないこの青いタイプのもので、出会ってしまったので購入してきました。いや、本当に表現力、情報量がめちゃくちゃ多くて、いくらでも見ていられる株ですね。はい。そして妻がお迎えしたのがこちら、雪雷という種類です。我が家ね、結構こうムチプリの葉っぱが好きで、そういう系統が多いんですが、今回はね、なんだかこれがグッと来てしまったのでお迎えしてしまいました。なんといっても特徴的なのがこの斑の入り方です。ヤハズ柄といって、こうまだらにね、斑が出るような種類です。そして葉の表面にはこうちゃんとね、芸が乗るんですよね。我が家の元を比べてみても、こういうね、細長い葉がたくさん展開するような元は初めてだと思うので、これもまたね、大きくなるのがとっても楽しみです。いやー、柄が綺麗だな。こういうね、特徴的な斑を楽しむっていうのも元の楽しみ方の一つですよね。これが今回妻がビビビッと来たやつでした。はい、というところでね、ここから先、愛知遠征に先月行った時に購入してきた植物の中でまだ紹介できてないものがあるのでね、そのあたりご紹介していこうと思います。1個目が、よいしょ、あ、全然映ってない。はい、じゃあ改めまして、こちらが愛知県遠征でティープランツラブさんのところでね、お迎えしてきました、めちゃくちゃ丹波なパープソラムです。よいしょ、めちゃくちゃかっこいいですね。これ普段外管理をしているので、僕自身ね、こうやってじっくり手元で見るの久しぶりなんですが、めっちゃかっこいいな。やっぱりパープソラムってね、結構葉が長くなりやすいタイプのアガベだと思うんですが、こんな感じでね、もうチタノタオテロイ系さながらのね、詰まった葉っぱが特徴のパープソラムと言えるんじゃないかと思います。それでいて、パープソラム特有のね、この肉厚さだったり葉の形状、表紙の形なんかね、ちゃんと個性が感じられる、すごい魅力的な一株ですよね。我が家ね、ここ数年間アガベたくさん育ててきたんですが、実はチタノタオテロイ系がほとんどだったので、こうやってね、最近は別の種類のアガベに手を出し始めています。いや、こうやってだんだん視野を広げていくとね、今まで見ていたはずなのに、なんでこれの良さに気づかなかったんだろうみたいなところにね、気づけるようになってきて、植物は本当に面白い。いや、それにしてもこのパープソラムは一級品ですね。我が家に持ち帰ってから1ヶ月ぐらい、日当たりがね、何とも言えない微妙なベランダで栽培してるんですが、それでもこう伸びずに頑張ってくれているので、優秀な血統なんだと思います。これも小株出てほしいですね。いやー、かっこいい。続いても愛知県遠征で、こちらは方面園さんでお迎えした植物から、この通りね、同じ種類をなんとね、妻と夫一つずつね、購入してきました。二人で同時に同じ種類を買ったっていうのはね、植物始めて以来かなり久しぶりのことなんじゃないかなと思います。まあ、それぐらい二人ともね、ピンポイントで好きになってしまった植物なんですが、動画の中でも結構出ていたラシャサカホコというタイプのお元です。お元のね、ラシャ系とかについては先ほど紹介したと思うんですが、こちらがそのラシャ系っていうのと、また獅子とは違うね、サカホコっていうものを掛
け合わせてできた未生のおもとっていうことですね。でこれの親にあたる逆鉾というのは、この葉っぱの裏側にね、こうちょんと飛び出るような芸が逆鉾っていう感じで出るタイプなんですが、まあ、この掛け合わさった状態ではその特徴はあんまりね、出ないんですよね。ただ、わかります？こういうね、ちょっと独特な葉っぱの形をしてるんですよね。あの途中でちょっと角ができて先端が細くなる感じ。こういうね、葉っぱの形状するおもとって他にないんですよ。こことかもね、こう角ができていると思います。と、こんな感じで唯一無二のね、特徴を持ったおもとで、まあそもそもこういうラシャサカホコという、まあ、ジャンルというかタイプがあるっていうこと自体をもう方面さんで見るまで知らなかったんですが、もうこれをね、妻が見つけて一気に夫婦揃って好きになってしまって、二つね、お迎えしてしまいました。ちょっと我が家で管理するときに日が若干強すぎたのか部分的にこう焼け気味になっちゃってるところはあって、まだ環境をいろいろ模索してる最中ではあるんですが、持ち帰ってからね、新芽も出てきてくれてるので、なかなか今後も期待できるんじゃないかなと思っています。いや、これもね、葉数が増えれば増えるだけかっこよくなりそうなシルエットをしてるので楽しみです。はい、続いて動画化していないんですけど、田辺フラワーさんでね、最近購入した植物です。セネキオの七宝樹、育て方で見た目がね、結構変わってくるそうです。割とね、辛めな管理をするとこんな感じでポコポコと節が玉のようになるそうです。この見た目、なんともチンキで可愛らしいですよね。そしてこの葉の独特な色味とかもね、結構好きだったりします。ちょっと葉っぱの色味がオトンナのトリプリネルビアに似てるかな。葉裏が紫な感じです。これね、節で切って挿し木で増えるそうなので、ちょっとチャレンジしてみたいなと思います。これたくさん増えたら面白そうだよね。はい、そしてこちらも田辺フラワーさんで購入しました。コノフィズムのブルゲリです。このね、植物らしからぬ、なんか和菓子のようなね、見た目が特徴的な植物で、いつか育ててみたいなと思っていたので、お迎えできてよかったです。成長はね、わりかしゆっくりめな植物なんで、これからね、徐々に徐々に大きくしていけたらなと思います。花が咲いた見た目もね、結構チンキで可愛らしいので、いつか紹介できたらいいな。はい、というわけで購入してたけど紹介してなかったシリーズは今見てもらったあたりなんですが、まあ、最近ね、めちゃくちゃ調子がいい植物たちがいるので、そのあたりも最後にね、ついでにちょっと見ていってほしいなと思います。まあもう見えちゃってるんですけど、まずはこちらのピグマエアたちがね、調子がいいんですよね。以前何かの動画で植え替えとかね、紹介したような気がするんですが、まずはこれからかな。ピグマエア未生でね、有名なあの余白さんから購入させていただいた株を植え替えて育てているものですね。いや、重い。近くで見てもらうと、こうやってね、花芽がめちゃくちゃいっぱいついてるんですよ。実際ね、こうやって今も咲いているお花もあったりするんですが、小さな新芽もね、そこら中から出ていて、もう隙間なくね、葉っぱが出てきて、すごい順調な気がしています。余白さんのタグももう埋もれちゃいそうですね。最近になって鉢から枝もこうやってこぼれてしまってきてるんですが、これはどうなんだろう、剪定とかした方がいいんですかね。あんまりこのサイズのピグマエアうちにないので、ちょっとこの状態をどう扱うべきか悩み始めています。いや、もうとにかく元気。いう感じなので、このね、勢いを殺さずになんとかこのシーズン行ってほしいと思いますね。で、お隣にあるこれ、よいしょ、これもすごいんだ。こちらがこの SPCJ のタグでね、おなじみ YouTuber でもある純也さんの未生されたピグマエア、これを最近ね、SSN の23に植え替えてみました。
で多分半年前ぐらいに購入させてもらったんですが、二回りぐらい大きくなったと思いますね。しかもヒグマエアの中でちょっと貴重と言われているメス株なんです。もうご覧の通り葉っぱがねものすごく密集して生えるタイプで、植え替えの時に見た感じね、開根もすでに結構できてたんですよね。なので親木としてもかなり優秀なんじゃないかなと期待してます。いや、やっぱりピグマエアが好きな人から買うピグマエアっていいんですね。で今紹介したこの2株ね、オス株メス株なので、ちょっとね早速こうやって未生も試してみました。今紹介した2つから取れた種で、未生したものですね。ちょうど今撒いてから1ヶ月ぐらい、まあ、1ヶ月でこれぐらい可愛くなるんで、ピグマエアやっぱり成長早いですよね。個人的にとても好きなお二人からいただいた未生からねできた種なので、この子たちの成長にも期待したいと思います。はい、こちらもねちょっとおまけ的に紹介させてください。ゲチリスビローサです。ゲチリスは冬型のケープバルブで、葉っぱ自体はね結構前にこんな感じで枯れ込んで、で休眠したので室内に取り込んで、まあ、風だけ当たるところに置いておいたんですが、なんと昨晩花が咲いていました。あまりにも突然だったんでびっくりしたんですけど、ゲチリスの花ってこんな感じなんですね。ちょっと花茎が長くてね全体にピントは合わないんですけど、綺麗な白い花ですね。いや、とっくに休眠したもんだと思ったのでびっくりしました。自家受粉するかわかんないんですけど、ちょっと受粉してみようかなと思います。いや、なんか見た目が面白いですね。かわいい。はい、すいません、ちょっとねもう終わろうと思ったんですけど、もう一個だけ、これ以前動画で胴切りした様子をねお見せしたアガベチタノタの白毛なんですが、あのあとね小株がいっぱい出ましたね。5個6個ぐらいは一旦今もう収穫しちゃった感じなんですけど、ちょっとね面白い株がその中から出てきたので、それを一つだけ紹介させてください。それがこの中央部分、今ね3株とちっちゃい1株みたいのが見えてると思うんですが、実はねこの見えてる3株この1、2、3、これ3株じゃなくて3頭の白毛が出てきたんですよ。こうたまたま3つ並んでるだけなんじゃないのっていうね、見た目なんですけど、本当に最初1株だけ出てて、その1株の葉っぱの中心点から3つね展開し続けて、それぞれが今こうやって成長してくれてる状態なんです。まあ、白毛の3頭ってたまに見かけることはあると思うんですけど、まあ、我が家でねこれが出てくると思わなかったので、ちょっとこれはね家で大事に育てる要因として様子を見ていこうかなと思っています。やっぱり天芽なのでプチプリに育ってくれてるので、もうすでに白毛らしさもあるし、めちゃくちゃ可愛い。すでに収穫した小株とか、まあ、これの切ったね上の方とかっていうのをもう発根してるので、まあ、そのあたりもまたね別の動画どこかでご紹介できたらなと思います。はい、以上3頭の白毛でした。はい、ちょっとテーマがぼんやりしちゃいましたが、今回はいろいろ植物を見てもらう回でした。はい、ということで今回割とお元の紹介も多かったので、余談もお元関連なんですが、最近インスタグラムでワラクという名前のお元愛好会が設立されたのをご存知ですか？インスタグラムでのワラクのアカウントフォローが参加申し込みになっているみたいなんですが、ビザールプランツを育てていたけど最近お元にハマったっていう方も結構多いみたいですね。うちも全然活動内容を知らないまま、まあ、物は試しと思って参加してみたんですが、今会員の皆さんの育成環境を紹介し合う企画みたいのがやっていて、これがねめちゃくちゃいいんですよ。おもとって室内栽培や LED 栽培がまだしっかり研究されてない植物ジャンルなんですが、みんなルクスはどれぐらいで管理してるとか、水やりの頻度はうちではこれぐらいとか、そんな感じの情報をみんなで共有していて、元愛好家がみんなで室内 LED での栽培方法を模索してるっていう感じなんですよね。
常に参加できるわけじゃなくて、第一募集は7月6日で締め切っちゃうみたいなので、お早めに。おもとを育てている方ならみんなの育成情報が知れるだけでも価値があると思うので、ぜひ参加してみてほしいです。はい、というわけで、もうほぼね、おもと愛好会の紹介コーナーみたいな余談になっちゃいましたが、まあ、僕らもおもと大好きなので引き続き推していきたいと思っています。ぜひみんなで一緒に楽しみましょう。と、こんな感じでこのチャンネルでは育てているちょっと変わった植物や園芸店巡り、イベント訪問などの様子を紹介しているので、まだの方はこの機会にぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。その他、僕たちはインスタグラムや X など各種 SNS もやっているので、よければそちらもフォローしてみてください。それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあ。Everywhere you go, I'll be.